グルコキナーゼは、グルコースからグルコースマイナス酸へのリンサイ化を促進する酵素である。人や他の脊椎動物の大部分では、グルコキナーゼは、肝臓と膵臓の細胞で発現している。各機関において、グルコースのセンサーとして機能することで炭水化物の代謝調節に重要な役割を果たし、食事後や絶食時などのグルコースレベルの上昇や低下に応答して、 代謝や細胞機能の変化を開始させる。この酵素の遺伝子のヘニーは一般的でない病態の糖尿病や低血糖症を引き起こす。グルコキナーゼはヘキソキナーゼのアイソザイムであり、他の3つのヘキソキナーゼと相同性を示す。ヘキソキナーゼはグルコースからグルコースマイナス6、リン酸へのリン酸化を媒介し、これは グリコーゲン合成と解糖系の双方の第一段階である。グルコキナーゼのグルコースに対する親和性は他のヘキソキナーゼよりも低い。他の3つのヘキソキナーゼはほとんどの組織や機関で解糖系やグリコーゲン合成に重要な役割を果たすのに対し、グルコキナーゼの活性はいくつかの細胞種に限られている。この低い親和性のため、 生理的条件下におけるグルコキナーゼの活性は、グルコース濃度によって大きく変動する。この酵素の別名としては、ヘキソキナーゼ 4, ヘキソキナーゼ D, ATP, D ヘキソース6フォスフォートラファースなどがある。一般名であるグルコキナーゼは、生理的条件下ではグルコースに対し、特異性を示すことに由来する。グルコキナーゼという名称は、 ミスリーディングであり廃止すべきであるという主張も一部には存在する。それは、この酵素が適切な条件下では他のヘキソースに対して無ン酸化を行うため、また最近にはグルコースに対して厳密な特異性を示し、この酵素とは同位関係にある酵素が存在するためである。グルコキナーゼという名称と EC2.7、1.2は、 こちらの酵素に対して用いられるべきである、との主張がなされている。しかしながら、医学や哺乳類の生理学においては依然として、グルコキナーゼという名称が用いられている。2004年には、哺乳類で新たなグルコースに対するキナーゼが発見された。この遺伝子は、このグルコキナーゼとは異なり原始的生物のものと類似している。 この酵素は ATP よりも ADP に依存し、低酸素条件下でより効率的に機能する可能性が示唆されているが、代謝における役割や重要性は未解明である。グルコキナーゼの生理的に重要な機質はグルコースであり、最も重要な産物はグルコースマイナス6リン酸である。他に必要な機質としては、リン酸の供給源となるアデノシン酸リン酸があり、 リン酸が除去されて、アデノシンにリン酸に変換される。グルコキナーゼは次の反応を触媒する。ATP はマグネシウムを補い因子として結合した複合体として反応に参加する。さらに特定の条件下では、グルコキナーゼは他のヘキソキナーゼと同様、他のヘキソースや類似物質のリン酸化を誘導することができる。そのためより正確には、 グルコキナーゼが触媒する一般的反応は次のように記述される。基質となり得るヘキソースにはマンノース、フルクトース、グルコサミンなどがあるが、これらのヘキソースに対する親和性は低く十分な活性を示すためには細胞内では見られないほどの高濃度の基質を必要とする。二つの重要な速度論的性質によってグルコキナーゼは 他のヘキソキナーゼと区別され、グルコースのセンサーとしての特別な機能が可能となっている。グルコキナーゼは、他のヘキソキナーゼよりもグルコースに対する、親和性が低い。グルコキナーゼは、生理学的に重要な 40mm の範囲で、グルコース濃度の上昇とともにコンフォメーション、または機能の変化が生じる。約 8mm のグルコース濃度で、半飽和となる。 クルコキナーゼは、反応産物であるグルコースマイナス6、リン酸によって阻害されない。この性質のため、反応産物が多く存在する、条件下でもシグナルの出力を継続することができる。これらの2つの特徴によって、気質の供給量によって、代謝経路を調節することが可能となる。すなわち、最終産物の要求量ではなく、クルコースの供給量によって、 グルコキナーゼの酵素反応の速度は決定される。グルコキナーゼの他の特徴としては、緩やかな共同性が挙げられ、ヒル係数は約1.7である。グルコキナーゼには、グルコースの結合部位が一つしか存在せず、基質共同性を示す、唯一の単量体酵素である。共同性は、異なる反応速度を持つ二つの酵素状態間の、緩やかな転移を伴う過程によるものであると。 想定されている。優勢な酵素状態がグルコース濃度に依存して変化する場合には、観察されているような見かけ上の共同性が作り出される。この共同性のため、グルコキナーゼのグルコースとの速度論的相互作用は、典型的な見返りスメンテン型の速度論には従わない。そのため、グルコースに対するキロメートル値よりも酵素の50%が飽和して、 活性状態となる濃度である、半飽和濃度 S0.5 を記述する方が、正確である。グルコース濃度の関数として、酵素活性を記述した際、その曲線の変曲点の濃度は、NH を1.7とすると、約 4mm である。言い換えれば、グルコース濃度の生理的正常範囲の下限付近で、ある約 72mg、デシリットルの濃度において、グルコキナーゼの活性は、 グルコース濃度の小さな変動に対し最も感度が高くなる。もう一方の基質である MGATP との速度論的関係は典型的な未解りス面点式によって記述され、神話性は約 0.30.4mm で一般的な細胞内 ATP 濃度 2.5mm よりも十分に低い。ほぼ常に過剰な ATP が存在していることは、 ATP 濃度がグルコキナーゼの活性に影響を与えることは滅多にないことを意味している。双方の気質が飽和している時のグルコキナーゼの最大非活性値または回転数は 62S-1 である。人のグルコキナーゼの指摘 pH は最近になって特定され pH8.5 から8.7と驚くほど高いことが示された。グルコースの結合部位は 複数のシステイン残機のスルフヒドリル元に囲まれている。これらのシステイン残機はサイズ230を除いて触媒過程に必須であり、酸化に伴って複数の分子内ジスルフィド結合が形成されて、グルコキナーゼは不安定化される。水臓 β 細胞では活性型グルコキナーゼと不活性型との比は少なくとも部分的には セルフヒドリル元の酸化とジスルフィド結合の還元とのバランスによって決定されている。人のグルコキナーゼは465アミノ酸からなる単量体タンパク質で分子量は約5万である。グルコキナーゼの立体構造には少なくとも2つの割れ目が存在し、一方はグルコースと MGATP が結合する活性部位で他方は 未同定のアロステリック活性化因子の結合部位であると推定されている。グルコキナーゼの ATP 結合ドメインの構造は、ヘキソキナーゼや他のタンパク質と共通しており、その共通構造はアクチンホールドと名付けられている。人のグルコキナーゼは7番染色体の GCK 遺伝子にコードされている。この遺伝子は10個のエクソンからなる。他の動物のグルコキナーゼの遺伝子は、 人の GCK と相動である。この遺伝子の特徴は、二つのプロモーター領域から始まる点である。後末端の最初のエクソンには、組織特異的な二つのプロモーター領域が含まれている。転写はどちらかのプロモーターから開始され、その結果肝臓と他の組織ではわずかに異なる分子が産生される。このグルコキナーゼの二つのアイソフォームは、 分子の N 末端の1315アミノ酸が異なるだけであり、その構造にはわずかな際しか存在しない。二つのアイソフォームは同じ速度論的、機能的性質を有する。5末端にある一番目のプロモーターは、水筒細胞、神経組織、小腸の上皮細胞で活性があり、グルコキナーゼの神経内分泌型アイソフォームを産生する。 2番目のプロモーターは肝細胞で活性があり、肝臓型アイソフォームの産生を支持する。2つのプロモーターにはほとんど、または全く配列相当性がなく、30KBP の配列で隔てられている。アイソフォーム間の機能的差異は、これまで示されていない。この2つのプロモーターは、排他的に機能し、異なる調節因子のセットによって制御されているため、 グルコキナーゼの発言は組織のタイプによって別々の調節を受けている。二つのプロモーターは大きく二つの機能カテゴリーに対応する。肝臓ではグルコキナーゼは利用可能なグルコースの大量処理の出発点として機能する。一方、神経内分泌細胞では全身の炭水化物代謝に影響を与える細胞応答を誘導するセンサーとして機能する。 グルクコキナーゼは、哺乳類の4種類の組織の特定の細胞に存在している。これらすべてが血糖値の上昇や低下に対する応答に重要な役割を果たす。肝臓型グルコキナーゼは、脊椎動物に広く存在しているが、普遍的に存在しているわけではない。遺伝子構造やアミノ酸配列は、ほとんどの哺乳類で高度に保存されている。 しかし、いくつかの例外も存在する。一部の爬虫類、鳥類、両生類や、魚類もグルコキナーゼを有するのに対し、猫とコウモリでは未発見である。グルコキナーゼが、水臓や他の器官でも同様に存在しているのかについては未解明である。肝臓におけるグルコキナーゼの存在は、動物の食事に含まれる炭水化物の量やグルコース除去の必要性を、 反映していると推測されている。哺乳類では、グルコキナーゼの大部分は肝臓に存在し、グルコキナーゼは肝細胞におけるヘキソキナーゼ活性の約95%を占める。グルコキナーゼによるグルコースのグルコースマイナス酸へのリン酸化は、肝臓におけるグリコーゲン合成と解凍系の第一段階である。十分なグルコースの存在化では、 グリコーゲン合成は肝細胞の終焉部で進行する。グルコキナーゼによる反応産物であるグルコースマイナス酸はグリコーゲン合成の主要な機質であり、グルコキナーゼはグリコーゲン合成と機能的、調節的に密接に関係している。最も活性が高い時には、グルコキナーゼとグリコーゲンシンターゼはグリコーゲン合成が行われる細胞質終焉部の 同じ領域に位置しているようである。クルコースマイナス酸の供給は、グリコーゲン合成の主要基質として、合成速度に影響を与えるだけでなく、直接的なグリコーゲンシンターゼの活性促進や、グリコーゲンホスホリラーゼの阻害を行う。クルコキナーゼの活性は、接触や絶食などのグルコース供給の変化に応答して、迅速な増大と低下が起こる。 調節はいくつかのレベルで行われ、多くの因子の影響を受けるが、主に二つの機構が影響を受ける。グルコキナーゼの活性は、グルコキナーゼ調節タンパク質の作用によって増減する。このタンパク質の作用は、グルコースやフルクトースといった低分子の影響を受ける。グルコキナーゼの量は、新たなタンパク質の合成によって増加する。インスリンは転写の増加の主要なシグナルであり、 主にステロール調節エレメント結合タンパク質 1C と呼ばれる転写因子を介して行われる。スレブップ -1C を介したインスリンの作用は肝細胞におけるグルコキナーゼ遺伝子の転写を直接活性化する最も重要な因子であると考えられている。スレブップ -1C は塩基性ヘリックスループヘリックスロイシンジッパー型の転写活性化因子である。 グルコキナーゼ遺伝子の最初のエクソンの肝臓型プロモーターにはステロール応答エレメントまたは E ボックスが存在しこれらが肝細胞における主要なインスリン応答エレメントとして機能しているようであるスレブップ -1C は肝細胞でのグルコキナーゼの転写のために不可欠であると考えられてきたがスレブップ -1C ノックアウトマウスでも 高炭水化物食に応答したグルコキナーゼの転写が正常に行われるという報告も存在する。フルクトースマイナスに、ロクビスリン酸もグルコキナーゼの転写を促進するが、この促進はスレブップマイナス 1C よりはアクトを介して行われているようである。この作用がインスリン需要体活性化の下流の影響の一つであるのか、それともインスリンの作用に依存しないものであるのかに、 ついては明らかではない。肝細胞での転写調節に関与している、可能性がある、他の因子としては次のようなものがある。HNF4α は、炭水化物や脂質の代謝に関わる多くの酵素の遺伝子の転写に、重要な核内受容体であり、グルコキナーゼ遺伝子の転写も活性化する。アセフ1は、他の塩基性、ヘリックスループヘリックス、 ロイシンジッパー型転写活性化因子である。HNF6 は、1、カットクラスに分類される、ホメオドメイン型転写調節因子である。HNF6 は、グルコースマイナス6ホスファターゼや、ホスホエノールピルビン酸、カルボキシキナーゼなどの等新性に関わる酵素の、転写も調節する。インスリンは、肝臓でのグルコキナーゼの発現と活性に直接的、 間接的な影響を与える最も重要なホルモンである。インスリンはグルコキナーゼの転写と活性の双方に対し複数の直接的間接的経路を介して影響を与えているようである。グルコースレベルの上昇はグルコキナーゼの活性を上昇させるが、インスリンの上昇はそれとは独立してグルコキナーゼの合成を誘導しその影響を増幅させる。 グルコキナーゼの転写は、インスリンレベルの上昇後1時間以内に上昇し始める。インスリンによるグルコキナーゼの誘導には、インスリンが作用する主要な細胞内経路である、アーク1、2カスケードと π3K カスケードの双方が関係している。後者は、転写因子 FOX1 の調節を介して行われているようである。グルカゴンは、グリコーゲン合成に対して、 インスリンに寄候する影響を与えるが、グルカゴンとその細胞内、セカンドメッセンジャーであるキャンプは、インスリン存在下でもグルコキナーゼの転写を活性を抑制する。トリオードチロニーなど他のホルモンも、特定の条件下でグルコキナーゼに対し許容効果、または促進効果を示す。ビオチンとレチノイン酸もグルコキナーゼの転写と活性を上昇させる。調査知る仕様は、 グルコキナーゼの活性を阻害する。肝細胞では、グルコキナーゼは、グルコキナーゼ調節タンパク質によって、迅速に活性化と不活性化が行われる。GKRP は、グルコキナーゼを不活性状態で蓄えておく機能を持ち、門脈のグルコースレベルの上昇に応答して、グルコキナーゼは、迅速に利用可能な状態となる。GKRP は肝細胞の核と細胞質の、 間を移行し、マイクロフィラメントの細胞骨格に結合している可能性がある。GKRP はグルコキナーゼと1、1で複合体を形成し、GKRP はグルコースの競合的阻害剤として機能する。グルコースとフルクトースのレベルが低い時には、グルコキナーゼ GKRP 複合体は各へ隔離されている。各への隔離はグルコキナーゼを 細胞質のプロテアーゼによる分解から保護する役割も持っている可能性がある。グルコースレベルの上昇に応答して、グルコキナーゼは迅速に GKRP から有利する。β 細胞とは異なり、肝細胞のグルコキナーゼはミトコンドリアとは結合していない。微量のフルクトースはケトヘキソキナーゼによるフルクトースマイナス1、リン酸へのリン酸化の後、 グルコキナーゼの GKRP からの帰りを促進する。この微量のフルクトースに対する感受性は GKRP、グルコキナーゼ、そしてケトヘキソキナーゼによるフルクトース検知システムを可能にしている。このシステムは混合炭水化物を含む食事が消化されているというシグナルを発し、グルコースの利用を加速させる。一方で、 フルクトースマイナス6輪酸は GKRP による GK の結合を強化する。解 6P はグリコーゲン分解や糖身性が行われている際にグルコキナーゼによるグルコースのリン酸化を低下させる。解 1P と解 6P は GKRP の重複する部位に結合する。解 1P または解 6P の結合によって GKRP は二つの異なるコンフォメーションをとり、一方は グルコキナーゼに結合できる構造、他方は結合できない構造となると考えられている。体内のグルコキナーゼの大部分は肝臓に存在するが、水臓のアルファ細胞とベータ細胞、肪下部の特定種のニューロン、腸の特定の細胞に少量存在するグルコキナーゼが炭水化物代謝の調節に重要な役割を果たすことが判明してきている。これらの細胞種はまとめて、 神経内分泌組織と呼ばれ、共通した神経内分泌型プロモーターからの転写など、グルコキナーゼの調節と機能に関して、共通の側面が存在している。これらの神経内分泌細胞の中でも、水筒の β 細胞が最も研究されており、理解が進んでいる。β 細胞で発見された調節関係の多くは、他の神経内分泌組織のグルコキナーゼにも、 存在している可能性が高い。インスリン放出のためのシグナル水筒のベータ細胞では、グルコキナーゼの活性は、血糖値の上昇に応答したインスリン分泌の主要な制御を行っている。解糖系などの細胞呼吸によって、グルコースマイナス酸が消費されて、ATP 量が増加すると、インスリンの放出に至る一連の過程が開始される。ATP 量の増加によって、 ATP 感受性カリウムチャンネルが閉じ、細胞膜の脱分極、細胞内のカルシウムレベルの上昇、インスリン分泌下流の膜への融合、そして血中へのインスリンの放出が引き起こされる。この機構はクルコースに応答したインスリン放出の第一波を構成する。ベータ細胞における調節グルコースは上述の共同的効果によって、クルコキナーゼの活性を速やかに増大させる。 ベータ細胞におけるグルコキナーゼ活性の調節に重要な二つ目の因子は解糖系の調節に関与するに機能酵素との直接的なタンパク質感、相互作用である。この物理的な結合はグルコキナーゼの触媒に適したコンフォメーションを安定化し活性を向上させる。早ければ15分以内にグルコースによるインスリンを介した。 GCK 遺伝子の転写とグルコキナーゼの合成の促進が見られる。インスリンは β 細胞で産生され、その一部は β 細胞の B 型アイソフォームのインスリン受容体に作用し、自己分泌によってグルコキナーゼの活性を増幅するポジティブフィードバックループを形成する。さらに、インスリンは A 型アイソフォームの受容体を介して自身の転写を促進し、 さらなる増幅が行われる。GCK 遺伝子の転写は上流、または神経内分泌型プロモーターから開始される。肝臓型プロモーターと対照的に、このプロモーターにはインスリンによって誘導される他の遺伝子のプロモーターと相当なエレメントが存在する。活性化を担う転写因子としては PDX-1 やパーガンマの可能性がある。PDX-1 は 水臓の分化に関与するホメオドメイン型の転写因子である。パーガンマはグリタゾンに応答してインスリン感受性を向上させる核内受容体である。インスリン分泌下流との結合 β 細胞の細胞質のグルコキナーゼは全てではないものの多くがインスリン分泌下流やミトコンドリアと結合している。この結合の割合はグルコースの上昇とインスリンの分泌に応答して 迅速に低下する。肝臓の GKRP と同様に、この結合はグルコースが上昇時に素早く利用できるよう、グルコキナーゼを分解から保護する役割があると示唆されている。転写を介した過程よりも素早くグルコキナーゼの活性を増大させる効果がある。アルファ細胞における、グルカゴンの抑制、グルコキナーゼは、水臓のアルファ細胞でもグルコースの検知を行う。 ことが提唱されている。アルファ細胞は、ベータ細胞や、他の細胞と混ざった状態で水筒に存在する。ベータ細胞は、グルコースレベルの上昇に対し、インスリンを分泌することで応答するが、アルファ細胞は、グルカゴンの分泌を低下させることで応答する。血糖値が低血糖症レベルにまで低下すると、アルファ細胞はグルカゴンを放出する。 グルカゴンは肝細胞に対するインスリンの作用を遮るタンパク質ホルモンであり、肝細胞でのグリコゲン分解、糖心性、グルコキナーゼ活性の低下を誘導する。ベータ細胞におけるグルコキナーゼを介したインスリン応答ほどではないが、アルファ細胞でのグルコキナーゼを介したグルカゴンの分泌抑制に関する証拠も蓄積が進んでおり、広く受け入れられつ,つある。インスリンは、 グルコキナーゼの合成の調節因子の一つであり、すべてのタイプの糖尿病において、グルコキナーゼの合成と活性は、様々な気候によって低下している。グルコキナーゼの活性は、特に、ベータ細胞において、酸化ストレスに対して敏感である。人のグルコキナーゼ遺伝子 GCK には、多数の変異が同定されており、それらは、グルコースの結合や、リン酸化の効率を変化させる。 その結果、β 細胞のグルコー相当性インスリン分泌の感受性が増加、または低下し、臨床的に重要な高血糖、または低血糖状態となる。GCK 遺伝子の変異は、グルコキナーゼの機能効率を低下させる。酵素活性が低下したアレルのヘテロ接合型となることによって、インスリン放出の指揮位が上昇し、持続性の軽症高血糖症となる。この状況は、 若年発症成人型等尿病2型と呼ばれる。最近の報告では、患者では791種類の GCK の変異が観察されており、そのうち489は、モデを引き起こし、そのため、グルコキナーゼ分子の機能効率を低下させるもので、あると考えられている。一部の変異は、インスリンの分泌を増加させることが判明している。こうした、 機能獲得型変異のヘテロ接合型では、インスリン放出の指揮位置が低下する。その結果、一過性、または持続性の先天性高インスリン血症や、高齢で出現する反応性低血糖症など、様々なパターンの低血糖症が引き起こされる。17種類の GCK の変異が、高インスリン血症の低血糖症を引き起こすとされている。いくつかの製薬会社がグルコキナーゼを、 活性化する分子の研究を行っている。こうした分子は2型糖尿病の治療に有用である。可能性がある。ありがとうございます。